こんばんは、大島たくみです。で今回はボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。で先週の日曜日もポスターだけご紹介をさせていただきましたが、今回もあのイベントをやっております。チャーチだけご紹介をさせていただきたいと思います。あの素晴らしいものがたくさんあるんですけども、ちょっと全部出すと相当な数になっちゃうので、その中から何足かピックアップをして、ご紹介させていただきたいと思いますので、なかなかこう目にかかれるアイテムではない素晴らしいものがたくさんありますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、オンラインサイトに飛んでいただければと思います。でちなみにこちらの商品に関しましても期限がありまして、8月の20日前後には店頭からもオンラインサイトからも消してしまいますので、ご決断はお早めにお願いいたします。早速ご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目です。チャーチ三都市ですね。三都市のバーグッドというフルブローグポリッシュドバインダーカールという、要は、ガラス加工のような、ただガラス加工ではなくて表面をこう樹脂加工をして光沢を出して雨を弾くような仕様になっている、多分どちらかというとコードマンみたいな、あのシワのちょっとこううねるようなシワが入る素材になりますかね。デッドストックです。未使用品、めちゃくちゃ綺麗ですね。三都市で未使用品なので、2000年入るまで、プラダの傘下に入るまでに作られた一品ですね。ちょっとこう大きめのブローグの感じがとてもいいですね。今回紹介するのは全部ひも靴なんですけど、個人的にちょっとやっぱひも靴に注目していて、トップスがあのどんどんこう重たくなってくるコーディネートが増えると思うので、こういう紐靴やっぱり一足あるといいかなと。でさらにやっぱりチャーチになると、3都市までのチャーチは本当にクオリティが高いので、よろしくお願いいたします。ちなみにこちらサイズが85 8ハーフですね。ウィズガ F のラストが81ラストですね。とてもいい靴だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。続きましてこちらになります。チャーチ、これも3都市ですね。カスタムグレードと書かれております。キックステッドというモデル、さっきのあのバウというよりももう少しスマートなつま先の塔が特徴ですかね。サイズがですね990ですの F で、ラストが84ラストになります。あの84ラスト、あのいいラストを使ってますね。結構こうややドレス寄りの表情をしているラストです。あの横から見た感じもこういう感じですね。でこれもバインダーカーフを使っております。これもデッドストック、めちゃくちゃ風合いいいですね。やっぱチャーチってローファーよりもこういういわゆる紐靴、まあ、どちらかというとフルブローグの方が個人的にはイメージがある靴メーカーなんですよね。かっこいいと思います。とてもよろしくお願いします。続きまして今回のチャーチの中でも一番スペシャルな商品です。ラグランというモデルですね。こちらはサイズが55、5ハーフのウィズが E で、ラストが73ラスト、まあ旧チャーチでは一番人気のあるラストですかね、73ラストで、何がスペシャルかと申しますと、年なしです。2年とか3年とか4年とか、あのチャーチ刻印されてるんですけども、それの年がない、なので1960年前後に作られているものだと言われております。それの、まあ、いわゆるデッドストックですね。これはですね、あの一度私のツイッターでもつぶやいたんですけども、本当に素晴らしい、見れば見るほどいい靴だなと。値段はその分めちゃくちゃいい値段するんですけども、あのジョンロブ以上の値段がします。ですがサイズ的にちょうど私でいけるかなと思って足入れしたんですけども、ちょっと私だときついですが、まあ、我慢すればいけるんじゃないかなと思っていて、これ本当にちょっと最後まで考えようかなと思っている一足、めちゃくちゃいいですね。で革の質も結構しっかり肉厚な革を使ってるんですけども、ただそんなにこう硬くなくて、こうしなやかで、分厚いんですけどしなやかという、まあ、一番最高の革を使ってるかなと思います。でこのシボ革の表情もめちゃくちゃいいですし、ちょっと画面で伝わるかわからないんですけども、まあとにかくこれは最強クラスの靴かなと思っております。まあカジュアルで履いていただければいいんじゃないかなと。もしくはフランネルのスーツとかにも相性がいいですし、まあジャケパン、まあ全然もっとカジュアルでもいいような気もしますので、ぜひこうサイズが合う方はちょっと前向きにご検討いただければと思います。めちゃくちゃいいです。このヒールもこれ以降はチャーチはこういう風に、まあかかとの後ろの部分だけラバーを使うんですけども、もう全くラバー使ってない、釘めちゃめちゃ使ってますみたいな仕様になってます。最高の一足だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。続きましてもう一つフルブローグ、
外場のフルブログですね。ちょっとこれすいません、モデル名がもう全然わからないんですけども、サイズがですね 65F84 ラスト、65 6ハーフですねの84ラスト。この84ラストって、73ラストと同じぐらい人気のあるラストで、ちょっと高が高いんですかね。73よりも少しだけ高が高い、まあ、日本人には合いやすいラストだと言われてたりしますね。でこれ何がいいかと言いますと、アメリカ仕様なんですよ。ロングウィング、これが最高ですね。なんでもうこれは全然ジーンズとかに履いていただいてもいいですし、あのカーゴパンツとかに履いていただいてもいいと思います。ただやっぱこうアメリカっぽい表情してるんですけども、ラスト自体はやっぱりちょっとスマートなので、あのオールデンとかフローシャイムのようなこうボテッとした感じはない、ちょっとこうスマートなロングウィング、いいですね。これサイズがあればこれも欲しかったんですけども、ちょっと6ハーフ私だと少し大きかったので、サイズが良かったらぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃいい靴だと思います。はい、続いてブラックに行きたいと思います。3アイレットプレントダービーですね、外バネタイプで、これは2都市です。ロンドン、ニューヨーク、カスタムグレードと入ってます。サイズがですね、これは70の G-Wiz、 細く見えるんですけど G-Wiz です。で、73ラスト、いいですね、かっこいいですね。これもこれなんかフランネルスーツとかにさらっと履いてたりしたらめちゃくちゃかっこいいと思います。ちょっとソールの減りがあるんですけども、補修していただければ綺麗になると思いますし、やっぱりこの2都市っていうのもなかなか出てこなくなっているようなので、ぜひご検討いただければと思います。サイズもいいですね、77の G-Wiz なので、 Wiz G なので、まあ、普段7ハーフとか履かれている方でもいける可能性があります。まあ、この辺りやっぱり試着してもらいたいんですけども、まあ、なかなか遠方の方しか試着できなかったりすると思いますので、まあ、ぜひご検討ください。めちゃくちゃいい靴だと思います。革がですね、ちょっと少し薄めの革なんですけども、とてもキメが細かくてしなやかです。モデルとしてはジャーミンというモデルになるようです。よろしくお願いします。はい、続きましてこちらになります。3都市キングスダウンですかね、 U チップですね、珍しいですね。サイズ 85F のラストが26ですかね。これは状態もめちゃくちゃいいですね。はい、ソールもまだ全然残ってますし、3都市です、カスタムグレード、いいですね。やっぱり3都市のもの、革これも柔らかくてちょっと薄めの革でしなやかですね。めちゃくちゃこう足に馴染む革だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。いい表情してますね。やっぱり YouTube なんで、この辺もツイードのスーツとか、まあ、ジャケパンスタイルとかそういうのに使っていただける一足かなと思います。なかなかシャレた一品だと思いますので、よろしくお願いします。はい、続きましてディプロマット、まあ、一番メジャーなセミブログですね。3都市、サイズが55ですね、5ハーフの F-Wiz、ラストが73、いいですね。ソールもこれまだ全然残ってますし、つま先はあのスチールが入れられてるのと、まあ、全然減ってないです。革の感じもとてもいいですね。ちょっと中側少しこうしようかなって刻印が消えかかってたりするんですけども、アッパーはまあ全く傷もなく、このチャーチの3都市とかのレザーってもう手入れするのめちゃめちゃ楽しいんですよね。こうすぐ光るんで、まあ、すぐ光るのが嫌だって言われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあこうすぐ光ります。めちゃくちゃこういい反応蘇りますので、いいですね、かっこいいですね。なんか状態もとてもいいのでおすすめです。箱も昔の、一番昔の箱がついてます。よろしくお願いします。はい、最後になります。これも3都市ですね、ロンドン、ニューヨーク、パリ、カスタムグレード、サイズが85のウィズが C です。ラストがちょっと分かんないですけど52って書かれてるような気がしますね。チャーチの昔のって字が汚いんですよね。なかなか読めないです。モデル名メッセンジャーというモデルのようですね。 C ウィズなんで結構細いです、キャップと。まあフォーマル用で買っていただければいいんじゃないかなと。まあこういうフォーマル用の靴って、まあ、なかなか履く機会も多くないと思うので、あの一足いいのがあるといつでも履けるという、なんかそういう感覚で買っていただければなと思うんですが、中古品なんで、まあ、そこまでめちゃくちゃ値段が高いわけではありませんし、革のクオリティとしてはめちゃくちゃいいです。
すごいしなやかでいい革を使っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。普段多分セブンハーフとかを履かれてる方でいけるんじゃないかなと、まあそのあたりも憶測でしかないので自信がある方だけ買っていただければと思うんですが、いずれにしてもめちゃくちゃいいシューズが揃っておりますので、ぜひよろしくお願いします。私もたまにですけども、こう通販とかで靴を買うときあるんですが、まあ、若干大きい若干小さいみたいなことがあるんですけど、まあ、小さい分には慣らせばいいなっていうふうに思っていて、大きい分に関してはもう靴屋さんにお直しに出してインソールを入れてもらったりすることもたまに今までもあったので、まあそういうふうに対応していただければいいんじゃないかなと。ちょっとこの東京の高円寺のこの小さいお店だけでこんなに素晴らしい靴を置いておくのはちょっともったいないなと、ぜひこう全国の皆様におすすめしたいなと思っておりますので、今回ちょっとあまりシューズ出すことないんですけども、出させていただきますので、ぜひチェックしていただければと思います。それでは今回終了いたします。どうもありがとうございました。